オッケー、次って話すと分かった、ゲーム開始。機械惑星ビッグゲテスターに拾われメタルボディを得て復活したクーラ、物質を吸収し成長する機械惑星はナメック星を次の標的として寄生する。増殖を繰り返すメタルクーラの圧倒的戦力に苦戦する Z 戦士たち。だがこの絶望的な状況下でも悟空とベジータは諦めない。サイヤ人としての誇りが二人の超戦士に奇跡を起こす。ナメック星人たちが地球から移住したナメック星人もろとも滅亡の危機を迎え、仲間たちを心配するデンデの依頼を受け、悟空たちはここ新ナメック。貴様だ、孫悟空はどこ。なんじゃお主。こいつ悟空が前に言うとったクーラ。もう一度言う、孫悟空。悟空たちは手分けして調査に行っとるわい。そうか、ならまずはお前。何言っとりゃす、おみゃに簡単に殺されてた。よーい、アニメか。戦いを挑んだ二人だが、蘇ったクーラにはかなわない。あたたたたた、こりゃとてもかなわん。こんなことなら地球に残ってりゃよかった。一方その頃、異変に気づいたゴハンとクリリンは小僧、孫悟空は知ってても教えるもんか。そうか、なら素直に話。よーい、
どうする小僧、まだ話さないというのなら殺す。どうしたご飯、だらしがないぞ。まさかまだてめえが生きてた。ナメック星人、お前も生きていたとはな。今度は確実に殺して。何度も同じ手が通用するとは思わないことだ。よーい、はじめ。そこか。人間値はもうないぞ。たまれ！そこか！そこか！どうした？これが！なんて面倒なやつだ。今度はきっちりと殺してやるぞ。サルメ、今度は殺し。よーい、はじめ。こっちだ。
どうした？その程度ではこの俺は倒せんぞ。まさかおめえが瞬間移動までできるようになっ、こりゃオラも全力でやるしかねえみてえだ。やっと姿を現したか、スーパーサイヤ人。これで決まる。宇宙で一番強い。よーい、はじめ。そこか。こっちだ。これじゃキリがねえぞ。どうした、さっきの勢いはどこへ行った。終わりだな、スーパーサイヤ人。何？スーパーサイヤ人が。勘違いするな、カカロット。俺はお前を助けに来たわけじゃない。お前を倒すのはこの俺だからな。フン、猿が何匹いようと同じことだ。まとめてあの絵を送ってやる。はじめ。
皮のほとんどをつけ切っちまった。さすがに少しばかりきつかったぜ。何？Ha ha ha!
なんと、メタルクーラはビッグゲテスターから捕獲。疲れ果てた悟空とベジータにメタルクーラが容赦なく襲い、お前たちが倒したクーラも全てビッグゲテスターが生み出した。まだ戦える力は残っている。やっぱやるしかねえかな。くそ、めまいがするぜ。見せてやる。
見せてやる。そこ、ドラッ悟空とベジータの必死の戦いにより、ついにメタルクーラは完全に…モーラ…貴様と意見が合うとは珍しいな。俺様も、あんな野郎の相手はもうコリコリだぜ。おい悟空、大丈夫か。こうしてクーラは野望と共に倒れ、シンナメック星にも平和が戻った。地球へと戻った悟空たちは次なる戦いに備え修行。お、どうだ、アブラと仲間たちの激闘が、新しいシナリオが